はい。えー、ちょっと今、急遽動画を撮ってるっていうか、ちょっと、あの、X を見ていて、かなり頭に来たことがあるので、まあ、ちょっと、この怒りが、あの、なんか静まって、ちょっと動画撮る気がなくなる前に撮っておか,おかなきゃなっていうふうに思って撮ってるわけなんですが、まあ、あの、これ、昨日か一昨日でしたかね、一昨日取り上げたことですけど、まあ、翼の塔の黒川敦彦、彦あと、まあ、この黒川敦彦っていう人が代表やってる翼の塔っていうのが、 まあ、東京中国補欠選挙、先日告示されましたけど、まあ、この補欠選挙で、まあ、根本良介っていう、えー、まあ候補者を擁立して、まあ、この人もあの黒川敦彦にかなり近いっていうか、あ,のあいつがやってる YouTube チャンネルでも結構出てる人で、まあ、この人が今、十国の補選に立候補しているわけなんですけど、まあ、この、あの、こいつがですね、まあ、こいつらがですね、あの先日、えー、乙武弘多候補、まあ、この人は、 えー、都民ファーストとか国民民主とかの支援を受けて今選挙戦で戦ってるわけなんですが、まあ、この候補者が国日、国事日にやっていた、えー、あの、街頭演説に、まあ、妨害しに行ったっていうか、それも妨害っていうのも、まあ、肉声でね、それヤジを飛ばすとか、その程度なら、まあ、っていうのも、それもま、ちょっとなんか他人営の人間が、あの、この、そこ、他の陣営の人間が、他の候補の、 あの、演説中にそういうことをやるっていうのはちょっと常識的にどうかと思うので、そういうことであっても本当どうかと思うんですけど、もちろん一般市民がね、野じを飛ばすとか、そんなんは全然、あの、全く問題ないと思うんですけど、そりゃ、あの、肉声でそういうふうに一般市民が、えー、候補者に声を届けるっていうのは、やはり民主主義において必要なことだと思うんで、それだったら問題ないと思うんですけど、ただ、黒川っていうのは別の候補の陣営の人間で、それでさらに、えー、そのマイクをね、使って、なんか、あの、公衆電話の、 ところの上に乗っかってやるっていう、ういう極めて非常識的であの、まあ、選挙の自由妨害に当たるとしか思えないようなことをやっていたっていうことは、まあ、先日取り上げた通りなんですけど、それでですね、あのまあ、今回っていうかあの、昨日だと思うんですけど、あのこの東京15個選、えーまあ、当然立憲民主党の酒、えー、井夏実さんっていう方は、まあ、この方は私も応援している方なんですけど、野党統一候補ですから、この方があの立憲の候補者ですけど、まあ、共産党とか、 社民党とか令和とか、まあ、令和はあの正式に党として支援はしてないみたいですけど、串渕さんとかも先日入ってましたから、応援に。ですから、野党の、まあ、や維新はね当然別の候補を出してますけど、まあ、そういうまともな野党の統一候補として、酒井さんがいるわけなんですが、まあ、この方が、まあ、大串博士選対委員長、まあ、これ、立憲の選対委員長があの選挙カーに応援に入ったとき、なんか30分ぐらい、この根本良介の,あの選挙カーがなんか後ろからもう大声で、怒鳴り立ちて妨害したっていうことがあったんですよね。 でも本当にですね、こういう選挙妨害っていうのを、絶対、あの、これ民主主義を破壊する行為でしょっていうふうに思うんですよ。それ,それで、なんか、そういうことを、まあ、あの、乙武広のへの,あの、乙武候補への妨害を批判する動画でもそういうことを言ったんですけど、そしたらなんか、あの、ちょっと、なんか何回か、あの、私の動画の、えー、コメントにも結構なんかコメントしてくる人が、なんか、いや、そんなわけないでしょとか言って、あの、 いやあ、お前はなんかナチスが、えー、ドイツで演説していたときに、それでなんか国民を騙されるなっていうふうにやじ飛ばしたやつがいたら、そいつを民主主義の敵っていうのかとか、そういうようなですね、的外れなことを言ってきて、まずですね、これあの動画でも私、動画の中で、その、えー、安倍、あの、2019年に、えー、安倍首相があの、まあ、演説を札幌で行っていた際に、その時に、 あの、まあ、肉声で野ジを飛ばした人間が二人ぐらいいたんですけど、それをなんか警察が強引に排除したっていうことで、まあ、それをですね、あの、私、その黒川の、あの、あれを批判する動画の中で、その肉声で一般市民がそういうを飛ばすのを警察がああいうふうに不当に排除するのは明らかに、えー、ま、不当である。まあ、それは民主主義の,あの挑戦であり、まあ、実際、あの、司法でもその警察の不当性っていうのが一部認められたっていうことは、以前も取り上げた通りなんですけど、 ですからやっぱり私がやってるのはああいう悪質な形態でその他の陣営の演説を妨害するっていうことを批判してるのになんかあたかも一般市民がそういうふうに肉声で声を上げてヤジを飛ばすことを否定しているっていうふうにその私が言ってることを捉えるっていうのはまあこのコメントした人多分私の動画見てないんじゃないのかなっていうふうに思うんでまああのちゃんと論点を理解してからねもちろん批判的なコメントは多少はあの受け入れるっていうか全然なんか私をバン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 叩きまくるネット上とか言いますけどまあそういうのも基本放置してるんですけど ただなんか、や、その人、野党系を応援するようなこめあの人だったんで、なんかそういうような黒川敦彦みたいなね、ああいう、あの、それでなんか黒川敦彦はなんか、あの、悪意ある政治家に対する怒りが有り余ってああいう風になっちゃうんで、本当に正義感が強い人なんだみたいなこと言ってたんですけど、本当、あの、今の酒井さんに対してああいう妨害しているのを見ても、それは同じこと思えるんですかねっていう風に思いますよね。うんだ、だから、あああいう風に、その、なんか自分が応援している候補じゃないんなら、 そういうふうになんか大声で大声でっていうかあのその肉声じゃなくてマイクも使ってまでねそういうふうに妨害することが許されるっていうふうに思ってる人はもう私のチャンネル見ていただかないで結構ですしもうこのあのコメントした人もあまりにもちょっと気持ち悪かったんであのブロックしましたけどあのブロックっていうかまあ非表示ですね YouTube なんでですけどまあなんでねそういうふうにあの妨害するっていうのは絶対許されないことですからしかも この根本っていう人、あの、日本保守党のなんか、候補者にもちょっと絡みに行っていたみたいで、まあ、それは私も全く保守党は支持してないですけど、ただ、あの、そういうふうになんか、マイクで、ぶっとなり立てて妨害するみたいなことは少なくとも保守党はしてないですから、翼さの党っていうあの政党、そして根本良介っていう候補者はもう、あの、史上空前のもうす、絶対に見るほどのない、絶対にあの許されない民主主義の破壊行為っていうのを、 行っている、そういう極めて反社会的な候補者であるっていうことは、ま、強く言っておきたいというふうに思いますし、まあ、こういうですね、そう、ああいう根本みたいな人間の、ああいう反社会的な行為を、え、ま、ぜとするんだったら、私の、え、ま、動画見ていただかないで結構ですし、そう、ああいうですね、民主主義を壊すような行為っていうのは、え、まあ、立場、政治的な立場を超えて非難していかないと、まあ、まっとうな、この社会規範っていうのが壊れるというか、民主主義が日本から、 えー、まあ、健全な民主主義っていうのが日本からなくなってしまうっていうことが、まあ、言えると思いますから、まあああいうことは許していけないよなっていうふうには、まあ、強く言っておきたいなっていうふうに思いますね。